この洞窟の奥には怪獣さんが住んどるって言い伝えがあって、台風の日に現れては島の人間を捕まえて食べとったんやって。ずっと小さい頃からみんなと連れていたんだよね、私。あっ、うちはここから一度も出たことあらへん。生まれてから多分死ぬまで。だってうち学校のみんなから無視されとるから、いつもぼっちや。ああそう、私もぼっち。ぼっち同士なだけで友達でもなんでもないんだから。そういえばまだうちの名前教えてへんかったね。違うわ、コンって言うよ。人とフルコ。何あれ、ずっとこっち見てるし。同じ学校の子ら。だからちょっかい出してないっての。あんたさ、前に言ってたよね、怪獣の話。怪獣さん、うちらを助けてくれた。なんなんやろ、なんでこんなにフルカちゃんに近寄ると。うちの心、